平成20年8月末豪雨は2008年8月26日から8月31日にかけて日本の紀伊半島から関東地方までの太平洋岸を中心に襲った豪雨災害。平成20年8月末豪雨という名称は9月1日に気象庁が正式に命名した。2008年8月26日に前線を伴った低気圧が 九州地方の南部に接近。これに伴って、翌27日にかけて、西日本太平洋側を中心に、南から暖かく湿った空気が流れ込んで大雨となった。この低気圧は28日から31日にかけて、日本の南の海上を進み、本州付近に停滞していた前線に向かって南から、非常に湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に、 不安定となった。この影響で日本の広い範囲で短時間で非常に激しい雨が降った。愛知県岡崎市では8月29日の1時から2時までの1時間の雨量が8月の観測史上1位を更新する146.5ミリに達したのをはじめ1時間雨量の記録を更新した地点が21箇所を数えた。期間降水量は 奈良県吉野郡上北山村の肘だけで475.0ミリを記録したほか、愛知県岡崎市でも447.5ミリを記録した。消防庁の発表によれば、被害は北海道から山口県までの一都一二25県で後半に及んだ。死者は愛知県の岡崎市と一宮市で、計3人、負傷者は愛知県、埼玉県、 千葉県、神奈川県で、経営7人。重火被害は、全壊6棟、半壊7棟、一部損壊41棟のほか、床上浸水3106棟、床下浸水19354棟。都市部を直撃したため、浸水被害が非常に多かった。崖崩れも221カ所で発生した。積乱雲による激しい雷雨となっていたため、各所で停電が、 相次いだ。経済産業省の調べでは、それぞれの電気事業者管内で、東北電力で約18,300個、東京電力で約18,300個、中部電力で約29,900個、中国電力で約22,000個の停電があった。愛知県では8月28日から一部の地域で局地的な豪雨に見舞われた。 8月28日の日中には、豊橋市で豪雨を記録し、野牛川や内張川が氾濫し、182カ所の道路が冠水するなど被害を受けた。1141世帯に避難勧告が出された。8月28日夜から8月29日の未明、かけては、ぬかた郡高田町で広田川が約40メートルに渡って決壊し、 169世帯に避難勧告が出されたほか、床下浸水64個、床上浸水55個の被害が出た。また、26箇所で道路冠水し、田畑約210ヘクタールが水没した。このほか、地流市でも214世帯に避難勧告が出された。また、名古屋市では道路冠水などが相次ぎ、南区や千草区などで、 約36万世帯に避難勧告を出した。28日22時50分から23時50分までの1時間降水量が120.0ミリを記録した市宮市では、日光川が氾濫にし、280世帯に避難勧告が出された。このほか新聞配達員の男性が用水路に転落し、死亡している。岡崎市愛知県岡崎市では、 8月29日1時から2時までの1時間降水量が146.5ミリを記録した。この記録は気象庁観測史上7位、8月の降水量としては1位で、平年の8月1ヶ月分の降水量を上回った。また、岡崎市設置の量計では152.5ミリメートルを記録した。この結果、岡崎市内の広範囲で洪水が発生した。 29日2時10分、岡崎市は全市域に避難勧告を出し、県を通じて自衛隊の派遣を要請した。避難勧告は、各地域の総大50人へ電話連絡により、担当地域の全市民への通達を依頼し、その他、ケーブルテレビのミクスネットワークやラジオの FM、岡崎を通じた発信を行った。 しかし、FM、岡崎の知名度が低く普段から聞いているリスナーが限られていることもあったり、発生時刻が深夜だったため、総大から全市民への連絡は届くはずもなく、洪水のピークだった一時代を過ぎて冠水していた、道路を避難所まで向かう危険性などから、実際に避難所へ避難した人は、たったの51人だった。市内では、伊賀川、サラサ川、愚川、 前田川、香典り川、浦部川、砂川、お塚川,川の9つの河川が氾濫し、流線寺川に架かる三河橋が崩落した。この雨による住宅被害は、前回4棟、半壊1棟、また床上浸水890棟、床下浸水1610棟で、全体で2500棟に達し、災害後にも1035トンに達した。また、被害者としては、 29日5時半ごろ警察や消防が伊賀町で浸水した民家から住民だった76歳の女性の遺体を発見し31日8時ごろ約3 0トル離れた愛知県南知多町のひまか島にて釣り人が城北町に住んでいた80歳の女性の遺体を発見した8月28日夜から8月29日未明まで 東京都八王子市で激しい雨が降り、とりわけ、浅川地区で大きな被害を出した。自然域では、全会一棟、一部損壊四棟、床上浸水三十六棟、床下浸水百五十一棟を記録した。また、初沢川など六河川が氾濫し、百六十三世帯に避難勧告を出した二十八日二十三時五十五分頃には、京王高尾線の高尾、 高尾山口間で土砂崩れがあり、高尾山口発高畑不動行き上り各駅停車が脱線した。乗務員二人がいたが乗客はおらず、怪我人はなかった。また、初沢川で氾濫した泥水が中央線高尾駅構内に流れ込み、駅機能が麻痺状態となり、高尾周辺の鉄道網が寸断された。農林水産省の調査によれば、 秋田県から広島県までの1と11県で12億4400万円の水筒、大豆、蕎麦などの農作物の被害があった。このほか、農業施設やリニア、水産分野における被害額を合わせると45億2000万円の損害があった。東海農政局管内では水筒1億9549万3000円。 大豆等合千四百六十万九千円、野菜に千九百四十九万六千円の被害が出た。施設、リニア、水産分野を合わせた被害額は四十一億七千二百六十六万八千円に上った。東海道新幹線は、8月28日に愛知県豊橋市の大雨により浜松三河、安城間で二度運転を見合わせ、上下2十本が運休した。 29日も昼に、愛知県一宮市の大雨で、名古屋岐阜羽島間が、夜に、横浜市の大雨で、品川小田原間で運転を見合わせ、上下10本が運休した。この遅れで、乗り継ぎのできなかった乗客のために、東京駅と新大阪駅に、列車ホテルが設けられた。愛知県の鉄道は8月28日から、運転見合わせが、 相次ぎ、多くの人が、名古屋駅などで足止めを食らった。影響は、翌日も続き、名古屋鉄道は、始発から運休し、17時頃に全線復旧するまで、上下407本が運休した。JR 東海道本線も三河三国三河、安城間などで一時運転を見合わせた。また、近鉄名古屋駅は、線路が冠水し、特急が運転を見合わせた。 28日23時55分頃、京王高尾線の高尾、高尾山口間で土砂崩れがあり、上り普通電車が脱線した。この脱線事故により京王線の電車が土砂崩れに巻き込まれ、一両が廃車となっている。京王高尾線の北の高尾山口間は29日の始発から運休し、全線の復旧は30日となった。JR 東日本でも、 8月29日に大梅線が線路点検などにより一部区間で運休。中央本線でも高尾駅の冠水でポイントが故障し、八王子大月間が29日の始発から14時55分まで運転見合わせとなった。これにより、中央本線では上下195本が運休13万人に影響が出た。このほか落雷の影響で東急東横線。 目黒線や JR 京葉線が一時運転を見合わせた。また8月29日は、JR 専門本線の茅沼から細岡、JR 花輪線の大館和の花輪、三義鉄道北西線全線、養老鉄道養老線の養老石図で運転が見合い割るなど、影響は全国に及んだ。岡崎市では、災害後、伊賀川、かの川、広田川、浦辺川、 砂川の五河川で拡幅及び護岸工事が行われた。写真は、定外家屋の移転と撤去も合わせて行われた伊賀川。内閣府は8月28日16時、情報連絡室を設置。8月29日0時10分には、国土交通省が警戒体制を敷いた。3時30分に、政府は、首相官邸内の危機管理センターに、 情報連絡室を設置し、警察庁が災害情報連絡室、消防庁が災害対策室を設置した。4時には内閣府が災害対策室、厚生労働省が災害情報連絡室を設置した。8時30分に法務省、農林水産省が災害情報連絡室を設置。9時30分に文部科学省も、 災害情報連絡室を設置した。13時には、林美京防災担当大臣を団長とする政府、調査団12人を、愛知県岡崎市とぬかた郡高田町へ派遣した。また、8月27日に、徳島県が災害対策連絡本部を設置し、同日に解散。8月28日には、愛知県が災害対策本部を設置し、 29日に第2非常配備体制へ移行、9月1日に第2非常配備準備体制に移行し、9月5日解散した。このほか三重県は8月28日から30日にかけて、各日に災害対策本部を設置。岩手県も8月28日から30日の各日に災害警戒本部を設置している。愛媛県は8月29日に、 災害対策本部を設置した。このほか一都一道16県で注意、警戒態勢、非常配備等が敷かれた。8月29日3時15分には、愛知県岡崎市美名町で一部住民が孤立した。ことから、愛知県知事から、陸上自衛隊第10師団長に、災害派遣要請があった。第10師団は200名を投入し、孤立住民の有無の調査と、 土のを積むなどの水防措置を講じ、13時51分に愛知県知事から撤収要請が入った。このほか8月30日に愛知県知事から第二重特化連隊長に対し、ぬかた郡高田町の広田川の河川補修の災害派遣要請が出されたが、自治体との調整の結果、自治体だけで対処可能との判断により撤収した。国土交通省は、 8月29日に災害対策用ヘリコプターを出動させたほか、8月29日から9月3日にかけて、高田町の広田川氾濫箇所に排水ポンプ車と、照明車を出動させた。このほか、福島県郡山市、須賀川市の阿武熊川、茨城県筑生市の古海川、埼玉県川越市の排水機場、北葛飾郡栗橋町の利根川、 愛知県西葛飾郡葛飾町の五条川で、延べ排水ポンプ車15台、照明車5台が出動した。愛知県は、名古屋市と岡崎市に、災害救助法、被災者生活再建支援法を8月28日より、適用した。日本赤十字社は、9月3日から10月2日まで、義援金を受け付けた。9月30日の時点で1146件。 1837万5186円の義援金が集まった。また、愛知県や愛知県共同募金会も同期間に義援金を受け付けた。結局、 愛知県で2086万6785円、日本赤十字社愛知県支部で3380万8696円、愛知県共同募金会で1493万1658円、計6960万7139円が集まり、各被災者、市町村に配分された。携帯電話キャリアの NTT ドコモ KDDI。 ソフトバンクモバイルの3社は9月1日まで災害用伝言版サービスを運用した。日本放送協会は災害級助報の適用された愛知県名古屋市、岡崎市で半壊、床上浸水場になった建物に受信機を設置して契約している受信料について8月分と9月分の免除を行った。郵便事業、郵便局株式会社は 9月3日から10月2日まで被災者の差し出す通常郵便物の料金を免除したほか9月3日から11月4日まで災害義援金を内容とする現金書き留めの料金を免除するなどの措置を講じた首相就任前の麻生太郎が9月14日の JR 名古屋駅前での自民党総裁選候補としての街頭演説の中でこの水害に関して 岡崎の豪雨は1時間に140ミリだった。安城や岡崎だったからいいけど、名古屋で同じことが起きたら、この辺全部洪水よと対策の不十分さに言及した。これに対し一部のマスコミが被災地域を軽視しているとして批判的に報道。岡崎市、安城市及び岡崎市議会は、麻生川に抗議文を郵送した。同17日、麻生川は、 不要意な発言で不快な思いをさせたことをお詫びし、復旧についてできる限りのことをするとの趣旨の謝罪文を岡崎市安城市に送付した。2008年8月30日付、東海日日新聞、平成20年8月末豪雨などにおける災害対応の検証から避難勧告等の発令を中心にマイナス。内閣不防災情報のページ。 2014年7月14日閲覧。2008年8月30日付、東海愛知新聞、2008年9月6日付、朝日新聞名古屋本社版、社会面農林水産省、平成20年8月末豪雨に関する、農林水産関係被害と対応、東海農政局、8月28日からの大雨に、関する東海管内農林水産関係被害と、 多様平成20年10月24日、平成20年8月末、豪雨一級河川伊賀川、かの川、広田川、浦部川、砂川床上浸水対策特別緊急事業、岡崎市役所、2019年4月14日閲覧、防衛省、愛知県岡崎市における大雨被害に係る災害、派遣について、防衛省、愛知県岡崎市における、 警防補修にかかる災害派遣について日本赤十字社8.228愛知県集中豪雨災害に伴う義援金へのご協力ありがとうございました愛知県県等で受け付けた災害義援金を被災市町村に配分します。ありがとうございます。